岩崎徹は、日本の実業家で、三菱財閥の創業者一族である岩崎家の一員。三菱商事を経て小祝い農牧取締役、ブラジル東山農場株式会社取締役社長。ブラジル商工会議所専任理事。東京都出身。岩崎英二郎の長男で、岩崎照也の孫、岩崎屋之助の彦にあたる。慶応義塾大学経済学部卒業後。 三菱商事に入社。丸べに三菱商事、三井物産、日照祝いが実施した語学研修生として入社後間もなく、ブラジルサルバドールへ2年間派遣される。ポルトガル語流暢に話し、読み書きを習得。1976年に日本に戻り、1982年に白国三菱商事に勤務。その後、岩崎や太郎家の4代目当主で、 子供がいない岩崎弘也と養子縁組を結び弘也の養子師となる。1996年に東山グループの経営の指揮を取るためブラジルに移住。ブラジル日本商工会議所会頭、定方健美子の下でブラジル中小企業委員会を発展解消し、業界の垣根を超えた企業家委員会が発足するとその委員長となる。以来、 ブラジル商工会議所専任理事、カンピーナス日白文化、協会経営審議会評議員等を歴任。トールは岩崎一族内での評価は良かったが、岩崎家が保有する財産などをめぐって、洋父・広ロと意見が対立し、広ロヤが没する前に、養子縁組を解消した。ありがとうございます。